アダム・ロバート・ウィルクはアメリカが州国カリフォルニア州オレンジ軍アナハイム出身のプロ野球選手。左投げ左だ。MLB クリーブランド・インディアンス参加所属。2009年の MLB ドラフト11巡目でデトロイト・タイガースから指名され6月18日に契約を結んだ。2011年5月24日にフィルコークの故障者リスト入りに伴い メジャー初昇格を果たした。5月26日のボストンレッドソックス戦でメジャーデビューを果たした。5月28日にデビッドパーシーの加入に伴いトリプル A 級トレードマッドヘンズに降格した。6月5日に再昇格したが6月22日にトリプル A 級トレードへ降格。7月3日に再昇格したが7月20日にトリプル A 級トレードへ。 再び降格した。2012年2月22日にタイガースと1年契約に合意。3月24日にトリプル A 級トレードへ移動した。4月13日にメジャーへ昇格。4月25日にトリプル A 級トレードへ降格。12月19日に自由契約となった。2012年12月19日に韓国の NC ダイノスと契約を結んだ。 NC での登録名はアダムだった。2013年4月2日、同年より、韓国プロ野球の一軍リーグに参入した NC は、ウィルクを初の一軍公式戦となる開幕戦の先発投手に起用するほどの期待を見せた。しかし4勝止まりで、シーズン途中の8月に帰国、2013年オフシーズンに退団し、韓国球界への不満を明かしたことで、 韓国内で批判を浴びた。2013年12月18日にピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結んだ。2014年シーズンはパイレーツ参加のトリプル a 級インディアナポリス・インディアンスに所属したがメジャー昇格はならなかった。2014年12月23日にロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムとマイナー契約を結んだ。2015年は開幕を 参加のトリプル A 級ソルトレイクビーズで迎え、4月15日にメジャー昇格し、同日のテキサスレンジャーズ戦で3年ぶりにメジャーリーグで登板した。4月19日にマイナーオプションでトリプル A 級ソルトレイクへ降格。7月24日にリーフとなり、26日にマイナー契約を受け入れる形でトリプル A 級ソルトレイクに配属された。オフの11月6日に FA となった。2016年1月19日にタンパベイレーズとマイナー契約を結んだ。この年はメジャーでの登板はなく、1年間参加のトリプル A 級ダーラムブルズでプレーした。オフの11月7日に FA となった。2017年1月16日にニューヨークメッツとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 開幕は、参加の AAA 級ラスベガスフィフティィテワンズで迎え、5月7日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のマイアミマーリンズ戦で先発したが、323回を6失点で敗戦投手となり、翌8日にディーフとなった。2017年5月10日にベーバー工事を経てミネソタツインズへ移籍した。5月27日にリーフ。 29日に40人枠を外れる形で、参加のトリプル A 級ロチェスターレッドウィングスへ、配属された。6月17日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りし、同日のクリーブランドインディアンスとのダブルヘッダー第一戦に、先発するも313回を6失点で、敗戦投手となり、6月18日に再びリーフ、22日に自由契約となった。 2018年1月22日にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ウィルクは韓国での生活を決していい経験ではなかったと否定的に振り返り、韓国の上下関係について一切でも年下選手に対して命令したり、従わなければその年下を暴行しても許される社会だったと明かした。 ありがとうございます。